どうも突然ライダーです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。春になりライダーの皆さんはこれからバイクに乗る機会が増えますよね。今回はソロでもマスツーでもツーリングの際に必須アイテムの一つとして代表的なインカムのご紹介動画となります。正直インカム選びって迷うので、ご購入を検討されている方の少しでも参考になればと思います。最後まで動画ご視聴よろしくお願いします。はい、ということで今回ご紹介する商品はこちらです。じゃじゃーん、レシンの GTX です。前回の電動空気入れに引き続き、レシン元ジャパンさんから商品をご提供いただきました。電動の空気入れについても気になる方は動画を見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ところでレシンといったらやはりインカムですよね。値段もお手頃なのに機能は満載といった商品が多く、世界中で人気の高いメーカーとなっています。 Amazon のサイトでもバイク用インカムと検索すると必ずと言っていいほど上位に掲載されていますよね。話題のレーシン GTX について実際に使った感想をお伝えしたいと思います。それではレッツゴー。それではまず商品の中身を見ていきましょう。こちらの商品はシングルとデュアルの2種類ありますが、今回は2個セットのデュアルをご提供いただきました。それでは開封しますよ。せーの、こんにちは。おー、かっこいいですね。商品が描かれています。箱を開けるのが楽しみになりますよね。ここからですよ。せーの、よいしょ。あれ、紙が入っていますね。しかも高級感漂うレシンと書かれています。ここからですね。せーの、よいしょ。おお、本体はツヤありのブラックとなっています。すごいかっこいいですね。まずは箱の中身を全て出してみたいと思います。デュアルなので箱は2セット入っていますが、片方の箱を開けると中身はこのようになっています。それでは詳しく見ていきましょう。こちらはスピーカーですね。しかも大きい、高級感ありますが、なんか見るからに音質が良さそうですよね。それからこちらはアームマイクですね。しかも嬉しいことに GTX はワイヤーマイクも付属しています。アームマイクとワイヤーマイクの2種類入っているので、フルフェイスヘルメットにジェットヘルメットとどちらも楽に取り付けられますね。これはありがたいですね。それからこちらが充電ケーブルです。 USB Type-C ですね。 C になっています。こちらがスピーカーの高さを調節するベースとなっています。いろんな種類入っているのはこれはありがたいですよね。こちらが本体をヘルメットに取り付けるベースマウントとなっています。こちらも挟み込むタイプと貼り付けるタイプの2種類入っているので、これもありがたいですね。そして最後に取り扱い説明書となっています。ちょっと詳しく見ていきましょう。図解入りなので分かりやすいですね。しかも日本語表記です。これはありがたいです。あれ、ちょっと待った、これすごいかも。皆さん見てください、フェースプレートが4枚あります。本体にすでに1つ付いているので、交換可能なフェースプレートが合計5つ付いています。これってすごいですよね。他のメーカーですと1枚数千円はするので、そのプレートがこんなにたくさんついているのは本当にレシンさんすごいですね。好みに合わせて交換可能なので、めちゃくちゃこれはすごいと思います。それでは本体を詳しく見ていきましょう。外観はこのようになっています。かっこいいですよね。特徴としては高級感漂うツヤありの黒のボディに、これは GTX の X の文字かな、ワンポイントのデザインがありますね。ボタンは正面に1つ、上部に3つついています。正面が電源ボタンで、こちらが音量の上げ下げ、それから曲の選択が可能となっています。
こちらはインターコム接続のボタンとなっていて、おそらくですがこちらを押すことで接続が可能となっています。下を見てみると USB Type-C の差し込み口があるので、こちらにですねこのスピーカーを接続して使うような感じになっています。それからここに挿して、あとは充電もね可能となっています。それでは本体の重さを測ってみたいと思います。よいしょ、何グラムなんだろう、よいしょ、測ってみましょう。あ、46グラムですね。それでは B コムもねせっかくなんで測ってみましょう。 B コムの最新モデル測ってみます。54グラムですね。まあレシンの方がね、まあ、10グラムまで差はありませんが軽いようです。大きさを比べると、うん、やはりレシンの方が一回り小さいですかね。ただちょっと似てますね。うん、やっぱり B コムに負けないぐらいのレシンのデザインも素晴らしい、いい商品だと思います。それではレシン GTX についてさらに詳しくお話ししていきたいと思います。こちらのモデルは Bluetooth 5.0 対応で、インカムと携帯電話が接続可能です。もちろん iPhone であれば Siri への音声コマンドにも対応しています。それから高性能のチップが搭載されたことで、インカム通話をしながら音楽やナビの音声も聞くことができるそうです。これって便利ですよね。ユニバーサルインターコムを搭載しているので他社製品との接続も可能となっています。ただし説明書を見てみると、ユニバーサル機能として他社へのインカム接続は1台のみとなっているので、その点については注意が必要です。ただし同じ機種のこのレシンの GTX であれば最大10台の同時通話が可能です。注意する点としては、通信距離は最大2000メートルなんですが、2台同士の通信距離は500メートルとなっています。はい、ということでレシンの GTX 開封してきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。見ているだけでワクワクしますよね。それでは早速取り付けていきたいと思います。はい、こんな感じで GTX を取り付けてみました。皆さんどうでしょうか。かっこいいですよね。 GTX は2台のスマホと1台の Bluetooth デバイスが同時に接続できるということで、早速スマートフォンと接続してみたいと思います。接続方法は真ん中の電源ボタンをオフの状態から長押し5秒ですね。電源をオンにしました。ペアリング中です。はい、ペアリング中となりました。はい、バッテリー残量もね教えてくれます。携帯電話の方で Bluetooth を開いて探すと、デバイスを接続します。はい、ということで携帯電話とインカムの接続が完了しました。音楽とそれからですね電話の音声を確認してみたいと思います。電話がかかってきましたね。それではね、真ん中のボタンを1回押して出てみたいと思います。もしもーし、もしもし、あ、聞こえる。はい、あ、音声もクリアだね。すごい聞こえる。はい、あ、バッチリですね。聞きやすい、ありがとう。はい、はい、音質の方はいかがだったでしょうか。音楽とそれからね通話の音声も非常にクリアに聞こえました。ものすごくいい音ですね。素晴らしいです。実はこのインカムは携帯電話につないだことで、 iPhone であれば Siri の音声コマンドもできるということで、早速試してみたいと思います。 Hey Siri、 今日は何月何日。2024年3月24日日曜日です。はい、こんな感じでね無事音声コマンドも使用できました。素晴らしい。それでは今度はインカム同士で接続してみたいと思います。 B コムと GTX をユニバーサルインターコムでつないでみたいと思います。まずは GTX の電源ですね、真ん中を押して電源を入れます。
インターコムボタンを押して呼び出しをします。ペアリング中です。はい、ペアリング中となりました。そしたらですね、こちらも押してセットしましょう。そしたら GTX の方でもう一度インターコムボタンを押します。サーチします。はい、サーチしますとなりました。これでね、今あ、ペアリングしました。早いですね。で、これでペアリングではなくて、もう一度こちらのインターカムボタンを2回押しますね。はい、これでね、繋がりましたね。B コムと繋がりました。早いですね。まあ、簡単、素早く繋がることができました。ちょっとね、汚い音声流れてますが、ちょっと音楽をね、かけて、こちら側からね、綺麗に聞こえるかどうか試してみたいと思います。ああ、すごい他社同士だよね。クリアな音質です。これはすごいですね。ユニバーサルインターコムが簡単に B コムとつなぐことができました。今度は妻の瀬名とですね、つないでみたいと思います。はい、それではですね、妻に登場していただいて、いつも使っている瀬名の SRL2 ですね、それと GTX をつないでみたいと思います。まずね、私の方が電源先に入れてみます。はい、じゃあ電源入ってる？バッテリー残量 100% です。ペアリング中です。はい、ペアリング中となりました。サーチします。はい、サーチしますとなりました。デバイスを接続しました。はい、デバイスを接続しましたとなりました。繋がった。あ、繋がった。あれ、早くね？あれ？はい、それではね、GTX2 台でね、今度はペアリングしてみたいと思います。まあ先ほど同じですね。まずは電源ボタンを押します。電源をオンにしました。はい、電源をオンにしました。大丈夫？バッテリー残量 100% です。大丈夫？ OK。 そしたらじゃあペアリングしますね。ペアリング中です。はい、ペアリング中となりました。あれ、あ、早っすごい、やっぱりナンバーワンだね。 GTX 同士の方がナンバーワン。ああ、でもすごい声がさ、うん、すごいよく聞こえる。やっぱり違うね。あのね、ユニバーサルインターコムで、まあ、B コムとですね、それからセナとつないでみましたが、それよりも GTX 同士の方がすごく音質がいい。そうだね。よくない？あ、めっちゃいいよねこれ。おお、近いけどよりもうこの辺で喋られてるような感じがする。あ、これはね、ツーリングに最高かもしれません。続いてこの GTX はナビ音声や音楽を聞きながら会話ができるインカム通話機器モードがあるので、早速試してみたいと思います。デバイスを接続しました。先ほど携帯と繋いでいたので、電源を入れると自動的に繋がってくれます。ここでですね、音量のマイナスボタンを長押し6秒押します。はい、聞きモードに入りました。ここでね、一度私の方で音楽をかけてみたいと思います。で、この皆さんに聞こえている音楽は私のヘルメットの中で流れている音楽になります。ここでもう一度ね、妻とインカムをつなぎます。インカムボタンを押します。少しタイムラグがありますが、うん、今流れている音楽も私のヘルメットの中で流れている音楽なんですが、妻は妻の方でね、別の音楽が流れています。どう、聞こえる？聞こえる。音質も変わらずだね、うん、音質も変わらず自分のね、好きな音楽を聴きながら会話も楽しめるというところで、このインカム通話機器モード最高ですね。さすがレシンさんです。素晴らしいね。何聞いてんの？ただし、インカム通話機器モードは GTX2 台までの機能なので、この点については注意が必要ですね。それではね、これからちょっと実際にね、あのバイクで走ってみて、走った時にね、どういう音で聞こえるのかっていうのも確認してみたいと思います。それでは、レッツゴー！
さあレシンの GTX を2台ですね、妻とペアリングして使っています。音声はどうでしょうか？すごい綺麗だよ。クリアに聞こえる？うん。ああ本当だ、すごいね。うん。普段はねセナとビーコンを使用してるんですが、ああなんかそれ以上の音質だ。すごいクリアだね。そうだね、いい音に聞こえるね。いい音だね、本当だね。はい。GTX のスピーカーは36ミリの高音質のスピーカーとなっています。しかもワイヤーマイク、それからアームマイクともに CVC、DSP のノイズキャンセル、ノイズをね低減してくれる機能があるので、まあ、街中の騒音とかですね、それから風切り音とかも低減してくれるようになっています。なのでこう話す音声もなんかすごくはっきりと聞こえる感じだよね。はい、これはすごいね。まあスピーカーもマイクもどちらもいいからやっぱりこういう風に聞こえるんだろうね。うん。皆さんどうでしょうか？なかなかね伝わりにくいところもあると思うんですけど、実際にやっぱこう使ってみると細かいノイズとも全く聞こえません。これはすごいよね。そうだね。普段ねあのプチプチとかね入ったりすることもあるんですけど、このレーシンのね GTX はそういった音は、まあ、今のところねないですね。すごいね。このインカムはたくさんのね機能があるんですが、 Bluetooth の方は 5.0 の対応となっています。それから機器トークというモードがあるんですが、これはね GTX2 台のみの場合に限るんですけども、音楽を聴きながらインカムの通話もできるようになっています。これはね意外とあのインカムで言えば、まあ、本当にこう高価なねインカムには備わっている機能なんですけど、レシンの GTX にも付いてるということで、これは本当に驚きました。バッテリーの容量に関しては大容量の 800mAh ということで、連続インカム通話であれば13時間、音楽のみであれば約18時間使用できるようになっています。なので、まあ、普段ねこう朝から晩までのツーリングでは十分対応できるバッテリーの容量となっています。これもいいよね。セナを使ってる私にとってはすごく、あそうだよね、羨ましい限り。確かにあの夕方、まあね、夕方過ぎるといつもね電池切れたりするんですけど、うん。まあ、このねレシーンの GTX についてはこの大容量のねバッテリーが搭載されているので、まあ一日中ね安心して使える容量となっています。それから防水防塵機能については IP67 となっているので、安心して使える基準となっています。このね IP67 ってもう高いレベルなんで、これは本当にこう安心してね使えますよね。それではレシンの GTX2 台での通信距離についてはこちらをご覧ください。はい、それではですね通信距離について少し実験をしてみたいと思います。この GTX は同じ GTX であれば10台までね接続可能となっているんですが、このね2台ですとおそらく 500m がギリギリラインかなとは思うんですけど、まずねそのあたりを実験してみたいと思います。で距離数をね今0にしたので、ここから測定してみたいと思います。じゃあ行ってくるよ。行ってください。行ってきます。はい。さあどのぐらいまで行けるかな。うん、聞こえる？うん、全然聞こえる。おお、まだまだ音はクリアですね。うん、いい音だねやっぱりね。うん、まだ大丈夫だね。まあ全然もう隣にいるみたいだよ。すごいすごい。ああ、今 200m です。聞こえるね。うん、聞こえるバッチリ。うん、あ少しプチプチ入ってきたか。入ってきた。ね、プチプチと。うん、でもまだ、はい、聞こえますね。やっぱ聞こえるね。これ今300m。ああ、だんだん怪しくなってきたね。あでもね、しっかり聞こえてるよ。うん、だんだん怪しくなってきた。うん、はい、400m超えました。ああ、聞こえる。ああ、500m。ああ、だんだんと宇宙人になってきたな。600m。ああ、うん、まだちょっと聞こえるけど、うん、700m。 あ、この辺りからも怪しいか。
ですね。もう何言ってか分かんない。もう宇宙人ですね。はい、ということで、まあ、実際ね600メートルぐらいまでは音声として捉えますが、それ以降はだんだんとね宇宙人になってきてちょっと面白い状態になってました。まあ参考になればと思います。さあ皆さん、レジンの GTX いかがでしょうか。使ってみましたが、聞き取りやすさというところとノイズもね入ってこないっていうところが本当にすごくいいところですね。ツーリングの際にねインカムも使う方多いと思うんですが、正直いろんなメーカーがねたくさん出てて、まあ、Amazon とかでもね検索するとたくさんのインカムが出てるので迷いますよね。各社いろんな機能が備わっていて本当に正直迷うところなんですが、ただレシンのね GTX 気になっている方の少しでもね参考になればと思います。ということで今回の動画はここまでです。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。この動画を見てよかったら高評価やコメント、それからねぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画はレシンの GTX インカムのご紹介動画でした。次回の動画で会いましょう。それではまた。動画ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。